デビアス。デビアスグループは南アフリカ共和国発祥で英国ロンドンに本社を置くダイヤモンドの最高、流通、加工、卸売会社、金属等も産出する資源メジャーの一つで現在はアングロアメリカンの子会社85%世界にカルテルを展開した低品質の原石における世界的な供給過剰と 欧州連合からのイギリス脱退により、実態と運用の両面から規制が甘くなる、見通しである。1876年、営業ケープ植民地、現在の南アフリカ共和国のキンバリーでは98の昇進時系統が3600ものダイヤモンド、採掘地を持っていた。1880年、セシル・ローズとチャールズ・ラットが、デビアス鉱山会社を設立した。 1888年3月13日、デビアス鉱山会社は、ロスチャイルド家及び、アルフレッド・ベートの援助を受けてバーバルナートのキンバディー・セントラル鉱山会社と合併した。新デビアス、デビアーズ・カンサー・リデイテッド・マインズ・リミテッドは、ダイヤモンド生産の世界シェアを9割ほど握った。1889から90年、デビアスは10社で構成された。 ロンドンダイヤモンドシンジケートと販売契約を結び、相手方へ原石を供給した。第二次ボーア戦争終結後、プレミア、プレミア鉱山が、ロンドンダイヤモンドシンジケートに登録された。この1902年には、デビアスサッカークラブが、デビアスが、南アフリカのケープタウン岸と、西ケープ州の近くに、ダイナマイト工場を建設した際に設立された。その工場は、 ローレンス川川口の真西、フォールス湾岸に置かれた。プレミアは1905年にカリナンを採掘し、翌年シンジケートを脱退した。プレミアは原石を増産して、アーネスト・オッペンハイマーに売った。デビアスは1907年強行のさなか、ドイツ領南西アフリカとの競争にもさらされた。短い間、デビアスとロンドンシンジケートは、ドイツ領から買い付けることに合意したが、 ロンドンシンジケートは優先して、ベルギーのアントウェールペンシンジケートへ売却し、市場を開拓するようになった。1912年、オキセキソ層のダイヤモンド交渉が、ベルギー王、コンゴ、後のザイール、現在のコンゴ民主共和国などで発見され、翌年から生産し、デビアスと競争した。その2年後に第一次世界大戦が勃発し、デビアスは生産を中断したが、翌年に、 南アフリカ連邦がドイツ軍を破り最大のライバルが退場したかに見えた。1917年アングロアメリカンが南アフリカで創業。これに対抗してデビアスはプレミア鉱山を傘下に収めてロンドンダイヤモンド新事系統を引き継いだ。1918年にノーベル工業とカイノックは互いのアフリカ子会社を合併させた。この新子会社は 1924年にデビアスと合併して爆薬部門となった。1919年、アングロアメリカンは旧ドイツ領海社、ジャーマンダイヤモンドレギエ、レーターカンサーリデイテッド、ダイヤモンドマインズオブサウスウェイスとアフリカ LTD、オアシー DM を買収し、デビアスを圧迫した。戦艦期からデビアスはソ連との競争にさらされた。そして、オッペンハイマー家が、 デビアスの支配的株主となった。まずプレミアの乗客アーネスト・オッペンハイマーが1925年にロンドンダイヤモンドシンジケートを再編してしまい、翌1926年デビアスの重役に就任した。そこから翌1927年にかけてリヒテンバーグにダイヤモンドラッシュが起こり、暗黒の木曜日までにアーネストは現地の利権を握った。 そして1929年12月にデビアス会長となった。1930年世界恐慌への対応として新たな合弁会社を設立したダイヤモンドコーポレーション LTD。その半分はデビアスとプレミアと CDM 及びその他大手生産者が出資した。残りは1925年に再編したシンジケートの持ち分となった。ここでアングロアメリカンが CDM の支配権をデビアスに明け渡し、アーネストは合弁会社の会長となった。そして、ベルギー人やポルトガル人と堅実に協定した、守る誠。1932年、キンバリーとプレミアを含む全所有鉱山が閉鎖した。戦略は生産カルテルから販売カルテルへ性質を変えていった。1934年、合弁会社の子会社、 ダイヤモンドトレーディングコンピニーが設立されたのである。DTC は参加者から原石を買い占めた上で、世界中の加工センターから慎重に相手を選び、原石の品質を分類して、カテゴリーごとに量を決めて、原石を販売したが、その流通機構全体は、中央販売機構、セントラルセリングオーガニゼーションとして、世に知られた。第二次世界大戦では、 工業用ダイヤモンドがもてはやされ、1942年の売上は430万スターリングポンドに達し、会社売上の4割近くを占めた。1943年と1945年のダイヤモンド市場は2050万と245万ポンドに拡大した。そこで1944年と1945年、キンバリーとプレミアがそれぞれ生産を再開した、守る。 このような経済活動はアメリカ合衆国政府が追求するところとなった。そこでアーネストはカナダにおける供給量を増やすという和解案を示した。実際にそこでの価格は英国政府に統制された。しかしアメリカでは妥協しなかったのである。1945年と1947年に米司法省はデビアスを反トラスト法違反容疑で告訴した。 1946年にベルギー領コンゴが中央販売機構に参加した、守る。盤石に見えるカルテルは、1950年代にソ連もダイヤモンドを生産するようになって脅かされた。デビアスは1930年代に積み上げられた、在庫の山を1952年に売り切った、守る。アパルトヘイト時代に、デビアスは囚人を労働力に使う許可が与えられた。 囚人の大多数は1952年に制定された厳密なアパルトヘイト法のために投獄されたと言われている。1953年、アセアは工業ダイヤモンドの合成に成功したが特許を取らなかった。そこで1955年にゼネラルエレクトリックが取得した。1950年代、 中央販売機構はイスラエルに対する原石の供給を削減していった、守る。1959年、ソ連が中央販売機構に参加したが、1963年に脱退した。一方、アフリカの年を経てイスラエルは原石の輸入額を増やし、中央販売機構はイスラエルに歩み寄ったが、しかし、ベルギーに対する4割弱の割当量を減らすことは、 しなかった、守る。1967年にデビアスはオラッパ鉱山を発見し、1969年にボツワナ政府と合弁会社デブスワナを立ち上げた。1974年に米司法省が再びデビアスを反トラスト法で告訴し、デビアスは翌1975年4万ドルの罰金を払った、守る。 1980年代初頭、ザイールの指導者、モブツセセセコが中央販売機構を拒絶したが、デビアスはザイール政府に買収される前に高値をつけて、原石を買い占め、政権の競争力を削いでカルテルに復帰させた、守る。オーストラリアのキンバリー地域では1983年に、コンジンク、コンシンクリオチントオブオーストラリアの参加する、ジョイントベンチャー、 アシュトンジョイントベンチャーが中央販売機構に参加した。このジョイントベンチャーにアーガイル鉱山が含まれていた。カルテルでアーガイルは生産量の1、4を独自に販売できるが、品質の良いものは全部を中央販売機構に売却しなければならなかった。守る。自社加工するときですら一度カルテルを通さなくてはならなかったし、広告まで制限された。 1984年アフリカの24カ国が基金に陥り、翌年スーダンとウガンダとナイジェリアでクーデーターが起こった。1988年ソ連で金属、鉱石産業の国家独占企業が誕生し、グレバルマッツォロとソ連崩壊まで中央販売機構に原石を供給した。それが独立国家共同体となって、 軍需物資として利用されてきた品質の悪いダイヤをダブつかせて世界的な供給圧力となった、守る。そこで中央販売機構はソ連崩壊後に結成された独立国家共同体 CIS からの買い付けに差別価格を導入して供給過剰な低品質の原石は価格を下げ反対に高品質の価格を上げた、守る。1994年 工業用ダイヤモンドの価格カルテルをゼネラルエレクトリックと結んだ。ゼネラルエレクトリックはリークした。その同年から翌1995年にかけてロシアと中央販売機構は各自で莫大な量の安い原石をインド市場に売りさばいた。守る。1996年6月アーガイル鉱山が中央販売機構を脱退した。守る。 この手続きはデビアスが直接行い、親会社のアングロアメリカンは立ち会わなかった。1997年2月に中央販売機構とソ連のダイヤモンド鉱山を多くを引き継いだロシア連邦で若干の調整が行われた。1998年初め、中央販売機構はトロントに事務所を開設した。カナダ政府はダイヤモンドに対して原石ではなく、 生産に対して課税するようになり、中央販売機構の買い取りを助けた、守る。2000年7月14日、デビアスは公式にカルテルの集結を宣言し、中央販売機構は単なる DTG として販売を継続するとした。2001年、アングロアメリカンがデビアスとの株式の持ち合いを解消、支配率を32%から45%に引き上げた。 2003年、プレミア鉱山は、カリナン鉱山と名前を変えた。2004年に、デビアスは、ゼネラルエレクトリックとのカルテルを理由に、米司法省から1000万ドルの罰金化された。2006年2月、デビアスは、欧州委員会と合意し法的に拘束され、2008年末から、将来にわたり、アルゾアからの低品質原石を仕入れることができなくなった。2008年7月、 カリナン鉱山をペドラに売却した。デビアスは第二次世界大戦の直前からダイヤモンドは永遠と愛の象徴として婚約、結婚指輪の理想であると宣伝した。以下によく知られた具体例を示す。このデビアスの PR 機関 NWI で親子紹介 NWAR&3 によって実案されたキャンペーンは人々に ブランド名を植え付けることなく、ただダイヤモンドの理想的な永遠の価値を表現すという点で、後年長く模倣される新しい広告形式、イメージ広告であった。日本でも黒バックに、ダイヤモンドは永遠の輝きでビアーズとだけ銀文字で対処されたテレビ CM が知られる。このキャンペーンは成功し、アメリカのダイヤモンド市場を復活させた。 それによって高価な贅沢品という印象が弱まったことによって以前は存在しなかった販路を開拓することに成功した。第二次世界大戦前の日本におけるダイヤモンドは一部の上流階級のみが愛好するものであった。戦後に行ったキャンペーンにおいてダイヤモンドは欧米風の生活におけるステータスシンボルとして扱われた。その結果、九百六十年代以降の高度。 経済成長とともに、その販売数が増加し、今日では、世界で、第2位のダイヤモンド小売市場となった。また、アイレによって作成されたスローガン、A Diamond is Forever ダイヤモンドは、永遠の輝きは、マーケティングの歴史の中で、最も成功したスローガンである。直訳では、ダイヤモンドは等に。偶然なのか霊霊ななシリーズにも全く同じ、タイトルの作品がある。 なお、デビアスは1972年から2006年まで、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスの冠スポンサーであった。長年にわたり、宝飾用の合成ダイヤモンドに否定的であったが、2018年には、ライトボックスの連価ブランドで参入すると発表した。その背景としては、中華人民共和国の合成ダイヤモンド生産量、技術が高まり、 高価な天然物と市場を分ける狙いがあると分析されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。